東温市役所企画制作課企画制作係のタイと申します。市民の方からの提案もあり、はい、あ、そうですね、はいはい、ありがとうございます。撮影編集したので、まあ、それを見てもらって、どうぞ。なんでブランコに座らせたかっていう謎がうまいですね。でも何がMV に込めた思いをちょっと MV?、はい、ミュージックビデオ。ミュージックビデオ、それ重い話。重いと思いをかけてる、かけてる、うまいですね。またもうそれ同じ曲みたいな。うまいなぁ。やめてください。ちょくちょくステルス。いやいやいや、違う、はい、素晴らしい。いろいろコロナでしんどい中で東温市も美味しい飲食店があって、いろんな PR もしてきたけれども、まあ、なかなかこう居酒屋さんとかそのお酒を飲むようなお店の PR っていうのはなかなか普段はできてなかったかなと、まあ、自分にできることといえば美味しい料理を出してくれるお店がたくさんあるというところを紹介したいなと、まあ、たくさんありすぎて紹介しきれなくて申し訳ないんですけども、今回は何店舗の方に協力していただいて撮影もさせていただいたというところです。はい、歌詞は東温市在住のハイドロさんに作詞と歌を協力していただきまして、市民の方に、そうですね、市民の方と一緒に作ったという形で、なんかこの友情出演でなさってるのは、そうですね、おっちゃん劇場の鬼のレクイエムっていう作品に出られていた佐藤あかりさんに友情出演ということで、出ていただきました。この企画自体の大元となる吉幾三さんの PR ビデオの方にも出演されているという縁もあり、この企画を提案していただいた方でもあります。応募して30名様にオリジナルパーカーくれるみたいですよ。オリジナルパーカーこれは、まあ、東温市に寄贈ということ で、 そうです、ね、寄贈というか東温市のものなので、はい、まあ一発目に腕を通すのはやっぱりまあブランコに乗ってた、いや僕じゃなくてもいいですはい、ハイドロさんにあげる、ハイドロさんに、はい、来ていただくプレゼント、プレゼントといいますか、はい、か、まあ、地に寄贈といいますか、はい、とこれを見ていただいて、はい、トーン氏のうさとチョイスのサイトにもよかったらアクセス、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ぜひチャンネル登録と高評価コメントなどもいただいたらと思います。ではよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫かい重い言う？やっぱ自然に出るのがちょっとそれはすごいな。